地下で偏差値が超えなかったらもうそこでっていうことですか。あ、そうです。じゃあ11月3日で OK でも11月20日でダメだったら諦める。そうですね、これやっぱりせっかく出してくださるので、ちょっとできるだけ虎の皆さんにちょっとリスクをゼロで、ゼロっていうかできるだけ低く、それぐらいの気持ちなのかなって思っちゃうんですけど、そういうわけじゃない。そういうわけじゃないです。それはこのまま続けない理由は何ですか。ダメだったとして、例えば偏差値 59.9 だったらどうします。いや迷いますね、正直。そこはっきり、いやここで聞いてそこではっきりできないんだったらちょっと変かなってちょっと思っちゃうんですよね。はい、60って決めたんだったらもう 59.9 でもはっきりとやらないですの方がまだすっきりしたかもしれない。だけど慶応に行きたい気持ちってそんなもんなんですか。いや、ちょっとそんな数ないですよね。はい、その気持ちを、慶応に行きたい気持ち、そのネタ振り見てビリギャル見てはいいんですけど、もっとそれから何年か経ってますよね。なのでもっともっと聞きたいんですけど、思いを、慶応に向けての思いを。経済的に厳しいというのがあって、なかなかその簡単に返すっていう期間的にも結構かかりますし、そのもし続けたとしたら、みんなに出していただくお金がもったいないっていうのを感じてしまうので、そうですね、まあ行きたいのは行きたいですけど、やっぱりその自分を追い込みたいっていうのがあって、だからその期間までに絶対出すっていうつもりでやってるんですって感じですね。今現状は偏差値でいうと、去年受けたのが、前頭プレーなんですけど、偏差値43です。43。工場行かないとお金やばかったってことですよね。もうそれちょっと余裕があるぐらい溜まったってことなんですか、それとも今後もなんか働きながらじゃないと受験できないんですか。これって、ね、今後塾費用だけですもんね、はい、今後働きながらじゃないと厳しいです、正直。え、実家暮らしではないってことなんですか。いや、今実家暮らしなんですけど、結構兄弟いるんですよで、お母さんに、まあ、お願いをしてたんですね、その塾費用出してください。だけどもう去年結構出してもらってて、で自分が受けた大学とか結構落ちてたので、もうこれ以上出せないと言われて、まあ申し訳ないという気持ちで他の下の兄弟にちょっとお金をかけたいと親が言ってたので。まあ普通に考えたらね、相当厳しいじゃないですか。今だっておそらく偏差値40代ですよね、今。全然ね。そうです、うん、だからなかなかこう60っていう目標突破も、まあ、あ、けど英語喋れるんだっけ。いや喋れないです。え、フィリピン住んでなかったっけ。フィリピン住んでましたけど、なんか英語を習う前っていうか、あ、英語習う前、習う前に来ちゃったと。だからもう、なんかちょっと感覚的にやっぱその何ていうんですか、日本語とは違うじゃないですか、フィリピンの言語って。やっぱ英語入りやすいとか、自分だったらこれ多分日本人よりは早く学べるなみたいな感覚あります。そうはそうですけど、その単語聞きやすい、聞き取りやすいっていうのはあるんですけど、なんか文法があんまりですかね。 SFC って英語と小論、英語と小論か、英語と数学か、数学と小論か。はあ、じゃあ英語小論だよね、多分やるとしたらね。まあでしょうね。ビリギャルコースみたいな感じでしょ。まあそんな感じになります。英語がもし爆発的な、やっぱ海外経験もあるからセンスがあれば、60ぐらいやったらまあ行く可能性あると思うんですけど、まあ、普通に考えたら厳しいわけですよ。だからまあゴリゴリ勉強しなきゃいけないんですけど、けど働かなきゃいけないんですか、これからまた。もし投資をしていただけるのであれば、もうやめて、働くのをやめて、もう勉強一本で。けど塾費用をまずもらうわけじゃないですか、それ生活費じゃないですよね。だから生活と塾費は今別個の話で、別に僕ら今生活費出しますよっていうプランじゃないじゃないですか。だからそれは大丈夫なんですか。その生活費は大丈夫です。まあ、ちゃんとまあご自宅で、まあ、ご飯ぐらいちゃんと出てくるってことですね。ああ、なるほど。